はい、ということで実況のパート7を始めていきたいと思います。シナリオ2の途中からですね、やっていきましょう。前回まあゾンビの弱点が判明して、ゾンビを銃で殺せるようになったのと、なんか照準構えた時にね、弱点が赤いなんかマークというのかなで表示されて、それでね弱点がわかるんだよね。だから弱点を撃ち抜かないとなんか復活するっぽいね、ゾンビは。っていうのと、あと、なんかね声が怖い謎の女の人が出てきましたね。最悪の趣味ね。最悪の趣味最悪の趣味。今どんな絵だったの？よくわかんない、なんか謎の絵だったけど。引き出し開かない。何の変哲もない鍵かけだ。これどこに行けばいいんだ。前回は前々回で積んでゾンビが無限に湧いてきて積んで、前回ちょっとだけ攻略サイト見たんですけど、今回はまたね攻略サイト見ないでやってますんで、ちょっとね何すればいいかわからないまあ適当にやっていきます。あ、なんだなんだ、急に勝手に歩いた。あ、違う、勝手に歩いてるのは気のせいか。どこに行けばいいんだこれ。こっちは、物置。あ、待って、ドライバーあんな。あ、ドライバーってあれか。今のさっきの。あれ？いなくなってる、不調さん。いるかな？いる？いや、いないな。いないね。まあいいや。多分ドライバーでさっきの引き出し開けるんじゃないか、これ。間違えた。電気消しちゃった。ちょっと待って、見えない。まあ、このステージはそんな広くないかな、見た感じ。2階と1階しかないからね。多分ドライバー使うんじゃないかな。さあやってみよう。開くかな。できそうもないし。あ、できそうないか。ダメか。さあ、ショーでドライバーこじ開けられるかな。あ、いけたね。やっぱショーなら。おおめっちゃ強引に開けたな。で、裏口の鍵ゲットと。これ裏口から脱出できそうやね。一応みこし様回収して戻る、行くか。裏口はこっちじゃないか。こっちかな。ここでしょ。さあ開くかな。あれ？あ、こっちじゃないか。
ごめんごめん、あっちか。さあ、開くかな。開かないわ。なんでや。え、なんで。なんで。なんか他の部屋に一緒行ってみるか。どうやらな、郷本がいる。研究所に秘密があるみてえだ。この病院の隣にあるんだけどよ。研究所？ああ。病院の隣に研究所。薬品の研究を主にやってんだけどな。俺っちは研究所に行くぜ。お嬢ちゃんも来るかい？これ選択肢。今作もね、選択肢があるみたいですね。まあ、ここはとりあえずイエスにしておきましょうか。よっしゃ！じゃあ先に俺っちが行くからよ。後から来なよ。一緒に行けて行き。一緒に行けて行き。めっちゃスローモーションで歩くっていうね。さあ、これでストーリー進行したからいけんじゃないの。まだなんかあんのかな、それとも分からんけど。さあ、いける？開かないわ。開かないわとキョロキョロしただけやん。さあ、開くかな。あ、いたいた、来た来た来た。やっぱりね、ストーリー進行させないとダメでしたね。さあ、出られるかな、無事に。そんな、開かない。開かないわ。なんで。あ、石杖来た。あれ、石杖先行ってたんじゃなかったっけ。でも鍵が。仕方ないな。あ、銃で開けんの。もうぜ、ショットガン持ってよしな、主人公。なんかできたぞ、おい。全然食らってない。あ、倒れた。え？おー、なんだなんだ。急に石杖操作パートになった。いや、早い、早い、撃たい。早い、撃てー。あ、引きつけないと撃てへんのこれ。いや、大丈夫大丈夫、撃てる撃てる。急に FP じゃあ TPS 始まったよ。ちょ、はい、撃てよ。何してんねん。照準出てこないんだけど。てか、どんだけまたあんだよこれ。人体に対してどんだけまたあんのこれ。おはよ、はよ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 。てか、弱点表示されてねえし。謎の TPS 始まったよ。どんだけいいんだよ敵。でみんなちゃんとね、順番守ってくれるっていう、ちゃんと並んでくるっていうね、礼儀正しさね。こうなんかもう肌の色が緑色になってるのが気持ち悪すぎる。キモすぎ。こう早く撃てるときとなんか近づかないと撃てないときの違い何。違い何これ。これ一向に終わんねえんだけど、これ合ってんのかな。実はなんか移動できるのかこれ。いや、近い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 。あぶねあぶねあぶね。これ捕まったらどうなるやろうな。どうなるやろうな。いや、終わんねえマジで。投げ近い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 。つか、よう弾切れ起こさんな、ショットガンで。
何発撃ってんだよこれ。いやマジで終わんねえんだけど、合ってんのかなこれ。違うんかこれ、弱点打たなあかん。合ってんのかな。あでもあと一人か、ラストじゃねこれ。あ終わった終わった、やっと終わったよ。長かったてかなんでなんでこいつショットガン持ってんのこれシナリオ2クリアかな。あ気がついたな、気を失ってたんで勝手に連れてきたんだ。なんじゃそりゃ、どんな移動方法だよ。ここは研究所かな、弁天製薬の研究所。弁天製薬の研究所、高野はじめがここに入るのを見て。高野はじめ、あのあれですね、バーコードですね。放っておけないだろう、おじさんですね。おじさんがここに。どうやら奴は黒だな。この山に間違いない。バーコードは黒。そんな、おじさんはここの所長なのよ。いやめっちゃ偉い人やった、あのバーコード。めっちゃ偉い人やった、バーコード。俺は様子を見てくる。いや一緒に行動しろ。やべえゾンビがうろついてんだから。あれなんかラストシナリオみたいに出てこないね。ラストシナリオなんかは知らないけど、まあいいや。まあ、とりあえずね、シナリオ2は、クリアできたようなので、とりあえず今回は、ここまでにしようかなと思います。これラストシナリオだよね。ザ・ファザーズって書いてあるけど、うん、やっぱチャプター変わってね、シナリオということでね、今回は、ここまでにしたいと思います。という感じでご視聴ありがとうございました。